なたの曲に残したいいなと思うタイナです。私が今来ているのは東京駅の丸の内口駅舎でございます。赤レンガの駅舎が非常に映えますね。でその駅の周りにはねニョキニョキとまるでキノコのようにビルが建っております。すごいどれも高いですよね。そんな東京駅は東京の街のど真ん中にあるんですが、実はですねこの東京駅のすぐ近くにですねとある峠があるんですね。でしかもですねそこ鉄道が走っておりまして、この東京駅に乗り入れてきております。今日は、そんなですね街のど真ん中にあるとある面白い峠をですね皆様にご紹介できたらなと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、ということで東京駅の上野東京ラインのホームの方にやってきました。ちょうど目の前に上野東京ライン常磐線からやってきました。品川駅、品川方面に東海道線へ入っていくところでした。この上野東京ラインの今いる東京と上野の間にですね今日ご紹介する峠、神田峠っていうのがあります。ちょっとここから先見えるかな、線路がですねぐわーっと上がってるんですけどね、まるで峠道です。まあ、本当の峠ではないんですけどね、まあ、人工的なものなので、まあ、しかし、峠並みに、急な、勾配となっております。東京の街のど真ん中にねまるで峠のような峠の勾配があるっていうのは非常に面白いですよね。え、待って、何これ、イーストアへ来たんですけど、偶然ですね JR 東日本の在来線の線路を検索するお医者さんです。なんか回送列車来るって言ったんで何だろうとは思っていたんですが、まさかイースト ID だとは思いませんでした。面白いものを見ることができましたね。長らくね東海道線の線路は東京止まり、東北本線の線路は上野止まりだったんですが、2015年の春のダイヤ改正で上野と東京の間がですね上野東京ラインという新しい線路によって結ばれた結果、今日ご紹介する上野東京ラインの峠、神田峠ができたという感じです。それまではね京浜東北線と山手線でした。東京と上野は結ばれていませんでしたので、この区間の京浜東北山手線は大混雑だったんですよね。だがしかし上野東京ラインができたことによりその混雑は解消されました。てかなんでこれ今日いるの、びっくりです。お、イースターイー動き出しましたね。 JR 東日本の検測用の車両、検測機器がたくさん乗っており、お客さんは乗ることはできません。まあ、すごい独特な車両ですね。僕がこれから乗る上野東京ラインの神田峠を、あの列車はこれから走っていくことになります。お、ちょうど山手線と同時に出ていきましたね。見えますかね、あそこの坂をぐいーっと登っていくんですよ。すごい急勾配でね、確かあそこ 35% とかあったと思います。 JR 東日本の中で多分あそこ一番急なんじゃないかな。おー、ぐわーっと電車が登っていきますね。ところでなぜ上野東京ラインの神田峠と呼ばれる急勾配区間が上野と東京の間に存在するのでしょうか。それはですねこの区間の歴史をですね少し遡れば紐解くことができます。もともとですねこの区間東京と上野の間の線路はですね列車線つながっていたんですよね。現在の上野東京ラインのような線路があったんですよ、すでに。しかし1970年代に入りまして東北新幹線を東京に延伸しようとなった際にそこの区間の線路がですねちょっと邪魔だったんですね。なんで邪魔だったのかっていうと、周りがですねもうこんなに開発されきっていて線路を引くスペースがなかったんですよね。じゃあ地方新幹線できたら減るし、そこの区間のですね在来線の線路引っぺがして新幹線敷設しようということになりまして、新幹線の線路が敷設され、それ以降在来線でですね上野東京の間はですね列車線断絶されていたんですよね。まあ山手線と京浜東北線は結ばれていたんですけども、だけどもねやっぱりね東京と上野がですね列車線、長距離列車のですね線路で結ばれていないっていうのはかなり不便で、その後になりまして1990年代ぐらいになりまして上野東京ラインの建設っていうのがですね予約検討されるようになりまして、現在ですね新幹線の上に無理やり線路を通すということで上野東京を結んでいるんですね。で新幹線の上に線路を結ぼうとした結果、神田のところにですねああいう感じのえげつない坂道ができてしまったという感じなんですよね。まあ、どれぐらいすごい坂なのかっていうのはですねこれからやってくる上野東京ラインの列車によってですね皆様にご紹介しようと思います。
はい、ということで上野東急ラインの列車常磐線ですね、これがやってきました。ここに乗って今からですね上野東急ラインの神田峠の超急勾配の旅をお届けします。せっかくだからね全面展望を見ようと思っていたんですけども、この全面展望の後ろの壁のところですね、ここにですねシミュレーターの広告入れてるのを露骨にですね狙ってますよね。全面展望にいるそうっていうのねよくわかってるなと思いました。と言っていたらですね奥から E7 系がやってきましたね。いやもしかすると W7 かもしれませんが、上越新幹線でしょうか北陸新幹線でしょうかどっちなんですかね、パッと見ではわかりません。ということで出発時刻になり列車は東京駅を出発です。これから上野東急ラインを走り隣の上野まで向かいます。東京駅を出てすぐのところですね、東京止まりの東海道線の列車に使われていた機関車が着回しできるように新幹線建設開始後も線路が残されていました。なのでこんな感じでね平坦になってるんですよね。しかしですね見えますかね、奥の方グググーとですね急勾配の上り坂になっているところあると思うんですが、あそこからがですね新しく作られた線路になっています。ちょうどですねその急坂を常磐線の E531系が駆け下りてきたところでした。最大 35% 1000メートル走ると35メートル上昇するというとてつもない急坂です。こんな急勾配普通はですね山の中にないと存在しないんですが、この上野東急ラインの神田峠は東京の街のど真ん中にあります。と言っていたらですねもう間もなく登り始めるところですね。鉄道車両は坂にとても弱いですが、最近の電車はとってもハイパワーなので登るのは余裕です。東北新幹線の真上に上がるために上野東京ラインはこの坂を登るのです。この上野東京ラインは新幹線の真上にあるということで、建設する際新幹線の終電から始発の間のごくわずかな時間を使って毎日コツコツと建設されたようです。と言っていたらですね神田峠もう登りきりましたね。一番高いところビルの7階ぐらいのところの非常に高いところ列車走行しております。完全に空中散歩ですよね。いつもね乗ってて思うんですけど、とてもね気持ちがいい高さ走ってるんですよ。景色もいいしね。だけどねここの公共高さがあまりにも高すぎて日照券とかで裁判沙汰になってそうです。でここですねちょうど真下に山手線の神田駅があります。そのためここがですね神田峠と呼ばれているんですよね。と言っていたらですね間もなく坂を駆け下りるところです。東京からですね秋葉原の間はですね新幹線地上を走るんですが、秋葉原より先新幹線は近いと潜るということで神田峠区間が終わり坂を駆け下り山手線や京浜東北線と同じ高さを走るようになります。ここもですねなかなかの急坂となっていて列車はですねゴゴゴゴゴーとですね坂を駆け下りていきます。横にですね東北新幹線の E5 系が見えてきました。いやかっこいいですね。トンネルがちょうど出てきたところです。で坂を降りるとここはちょうど秋葉原総武線の線路をくぐります。この上野東京ラインはですね秋葉原駅ありません。一応ですね設置する計画がどうやらあったらしいんですが、建設費用が高くなるため建設されることはありませんでした。横はですねこんな感じでスルーと素通りです。またこれより先上野までは上野東京ラインができる前も電車をですね一時的に置いておく電流線として使われていました。今でもですね一部電流線として使われていて、たまに電車置いてありますね。ですが今日は何も置いてありませんでした。奥に御徒町駅見えてきました。その脇を列車スイートですね通過していきます。この上野東京ラインがですねできたことによって東北高崎線と東海道線は直通できるようになりました。これまでですね直通していなかったということで、東京のですね街のど真ん中にですね車庫が必要だったんですよね。しかし北と南で直通運転が行えるようになったということで、都心にあるその車庫の機能をですね縮小し郊外の方に移転することができるようになったんですよね。そうすると東京の大都会の中にぽっかりと土地が空くことになるんですよね。でその土地をですね再開発して、で不動産収入を得ようっていうのが最近の JR 東日本の戦略でもあるんですよね。はい、なので直通以外にも結構大きいメリットがあるんですよ。その典型例としてね品川の方にあります高輪ゲートウェイ周辺とかね、いろいろ有名ですよね。昔線路があったところにですねその線路全部剥がして駅や高層ビル群が建設されています。と言っていたらですねもう間もなく降りる上野駅に到着いたします。京浜東北線の電車の方がですね加速がいいということで、今乗っている上野東京ラインの列車をですね追い抜いていきました。後ほどですね詳しくご紹介するんですが、この上野東京ラインは確かに直通して便利ではあるんですけども、スピード自体はね遅いんですよね。なので今みたいにね京浜東北線の列車にですね抜かれるっていうのも結構あるんですよ。と言っていたらねもう上野駅です。反対側のホームにも上野東京ラインの列車は止まっていましたね。同じ上野東京ラインでも常磐線は品川止まりですが、高崎線と東北線は品川よりも先南の沼津まで東海道本線を直通運転しています。上野と東京の移動需要は大きく、ホーム上にはね結構たくさんお客さんいますし、列車にもかなりお客さんは乗っていました。
上野東京連ができるまでは、京浜東北山手線の混雑は相当すごいものだったと言われていますね。ですが、この上野東京連が2015年に開通したことにより、その混雑が大幅に解消されました。2015年に建設された上野東京ラインを全区間乗り通してきました。全区間といっても上野東京の間だけのわずか4分半の旅なんですが、この4分半ですね、結構ね、乗車時間短いんですが、この4分半のおかげでですね、車庫を遠くにすることができたりとか、いろいろといいことづくめだったんですよね。乗り換えなしで行けるようになりましたしね、上野と東京の間。本当革命的な路線ですよね。で、上野東京ラインのね、神田東京間、さっき乗った感じもですね、すっごい勾配のですね、感じだったんですが、今度はですね、その上野東京ラインの神田峠をですね、ちょっと外から眺めて、実際にどうなってるのかっていうのをですね、お届けしようと思います。ということで、乗ってきた常磐線でですね、上野東京ラインの列車はここから先土浦まで向かいます。昔はね、昔といってもほんの数年前までですけども、水戸行きのですね、上野東京ラインっていうのもすごい多かったんですが、最近はもうだいたい土浦止まりで、水戸まで行く上野東京ラインの列車っていうのはもうかなり少ないです。まあ、特急とかはたくさんあるけどね、あくまで普通列車です。長い長い15両編成、東京のど真ん中を走る列車なだけあります。お、後ろ赤いやつだ。この赤電カラーのやつって実は2本しかいないんだけども、僕1週間前に常磐線乗った時もこれだったんだよね。1週間じゃないか、3日前か。うん、なんかすごい遭遇率だな。運がいいのか悪いのかって感じですね。長い長い15両編成、うねうねうねって土浦方面に走っていきました。じゃあね、早速京浜東北線に乗りまして御徒町駅行きましょうか。ってことでね、京浜東北線の上野駅のホームの方にやってきましたので、まずは一駅御徒町まで向かいます。着きました御徒町駅です。この御徒町駅は山手線と京浜東北線だけの駅でして、上野東京ラインは横を素通りします。お、ちょうど上野東京ラインでしたやってきましたね。こんな感じです。この列車ね、御徒町駅停車こそしませんが、結構ゆっくり通過していくんですよね。まあ、この上野東京ラインはですね、速達化のためというよりも乗り換えなしで、まあ、東京と上野を結ぶというのに主目的は置かれたですね、路線ですので、こんな感じで、まあ、スピードはそんなに速くないという感じです。乗車時間は途中に3駅止まる京浜東北山手線と大差ありません。まあ、乗り換えなしですし、途中どこにも止まらないから便利だけどね。次が神田、お出口は右側です。中央線と高鉄銀座線はお乗り換えです。御徒町駅から2駅やってきまして、ここは神田駅です。左にはね、上野東京ラインの線路と新幹線の線路見えております。いや、本当にこう見ると二重構造になってんだなってのがよくわかりますよね。すごいな、まるでジャンクション。乗ってきた京浜東北線の列車出ていきます。お、と言っていた山手線来ましたね。いや、本当この区間の JR 線は本数多いわ。さすが日本の東京の中心部です。お、新幹線来ました。両方ともいいボケですね。お、新型の E8 系じゃないですか、並結相手。お、いいものを見ることができました。で、たくさんね、新幹線が走っているんですが、その上を上野東京ラインが走っております。お、E8 系デビュー初日に乗りました。もう今ではすっかり山形新幹線の顔となっていますね。かっこいいね。これまでこの神田峠列車の中、それからですね、ホーム上からしか見ていなかったので、ちょっと外の方に出てね、この
上野東京ライン神田峠の様子見ようと思います。今ねちょうど上の方から音がしてきたんでちょうど列車走ってるところだろうね。うん、はい。ってな感じで神田駅の外に出てきたわけなんですが、すごいね、左側にですね、あの駅の高架橋あるんですけども、まるで要塞ですね。ビル多分5、6階建てぐらいあるのかな。うん、それぐらいの高さの高架橋があります。すごい。さらにね、面白いのがその高架橋がずっと奥まで続いてることだよね。ずっと奥からこっちの方までね、すごいな。あ、なんか人類の英知の結晶を見てるようなそんな気分になります。いや、線路の上に線路を無理やり通しちゃうってすごいね。うん、だからさっきからすごいすごい言ってるだけなんでね、あれなんですけども、東北新幹線をですね、最初にこの区間に通した時からですね、上野東京ラインの計画ですね、ありまして、一応ですね、線路を通せるように準備工事自体は東北新幹線が開通した時に行われていました。こちらのですね、上野東京ラインの高架橋というかこの防音壁なんですけども、ちょっと面白くないですか。これ透けてるんですよね。普通ね、防音壁って言ったらね、コンクリート製の透けないやつが使われるんですけども、この上野東京ラインは透けてるやつが使われています。これにはですね、実はちゃんとした理由があるんですね。お、ちょうど上野東京ラインの列車が上通過してるわけなんですが、この理由なんですけど、実はですね、この近くにたくさん、まあ、ビルとかマンションがあるという感じで人が結構住んでるんですね。なので日照権とかね、これ建物高いですから、それで裁判になっちゃったんですよね。で、それで何やかんや10年ぐらい裁判して、工期もですね、それだけ伸びちゃったわけなんですが、そのですね、裁判の影響でここですね、防音壁がアクリル板になってるんですよね。また工事するときってね、なんかその布みたいなの貼るじゃないですか、防音で。それもなんかね、光が通る特殊なやつをどうやら使っていたようで、相当 JR 東日本が沿線住民に配慮をしていたんだなってのがよくわかります。お、ちょうど E7 系新幹線通過してますね。アクリルだから新幹線が通過してるのもよく見えます。だけどね、防音だから音はそんなに聞こえません。神田駅から少し歩きまして、秋葉原駅の近くの方にやってきました。ちょうど上野東京ライン常磐線の列車、坂を降りております。すごいよね、これ映像を見ただけでもね、分かるぐらいの角度ですよ。はい、そんなところですね、列車が頻繁に上り下りしている神田峠、こんな大都会のど真ん中にある峠って面白いよね。まあ実際には人工物だから峠っていう感じじゃないけども、鉄道マニアの中ではそう、神田峠と呼ばれているという感じです。新幹線もね、新幹線で地下に潜るからね、若干傾斜してるけどね、上野東京ラインの方がもっと急な角度となっています。このですね、上野東京ラインの坂あまりにも急すぎてね、通れる列車結構制限があるんですよね。出雲市から東京まで行く寝台特急サンライズ号はここ通れないからね、モーター車が少なすぎて、それだけ急です。まあ普通の電車だったら通ることできるんだけどね。特急踊り子号に使われていた185系なんかもね、お客さんを乗せるとちょっと不安ということで、基本的に上野東京ラインをまたいでの運転ってのは行われませんでした。まあ、でも全然列車来なくなっちゃったな、さっきバンバン来てたのに。お、新幹線やってきましたね。あれは E7 系ですね。北陸かな、上越かな、どっちか分かんないけども、新幹線も地下から高架へ這い上がるために結構な勾配を登っております。はい、ということで本日はですね、大都会東京のど真ん中にあります峠道、神田峠をご紹介してきたという動画でした。神田峠ね、非常に面白いですよね。ここまでね、急な勾配が大都会の中にあるっていうのはね、結構ね、少ない稀だと思います。それではね、この辺りで動画の方ね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。